2つ目の議論にちょっと移りながらもう一回議論をもう一回進めていきたいと思うんですが、一つは今回 の雇用危機でですね、浮上したっていうのが、やはりその派遣労働者をはじめとした非正規労働者がですね、不安定な状況にあるという問題だったんですね。で、この非正規労働者の問題をですね、どういうふうに考えていくのか、今後。で、民主党はこの前 の派遣労働者法の改正案でですね、かなり規制を強めるという判断をその他の野党と提案してますよね。で、そういったことはそういうことを禁止していくということなのかもしれませんが、それについての考え方をですね、またそれをどういうふうにこう位置づけていくのかということで、民主党さんと自民党さんの順でちょっと話していきます。よろしいでしょうか。私は現在のさまざまな社会不安をもたらした最大の原因というのは、働き方の歪み、ここにあるというふうに考えております。つまり、3人に1人が非正規労働者であるという、若者を中心としたフリーターは直近の調べで181万人に達しているということ。一方で、正規雇用の労働者については、うつ病など、精神疾患による労災認定も大変急増している。従いまして、雇用のこの二重構造の問題というのは極めて深刻であるというふうに考えております。この非正規雇用についてですね、労働者自身の主体的な選択で行われているならば、多様な働き方という意味では評価すべき面がもしかしたらあるかもしれません。しかし現実にはですね、企業の使い勝手の良さ、それからコスト、経費を削減する、これが大きな理由となって非正規雇用が非常に拡大をしてきたということだというふうに私どもは考えているわけでございます。厚生労働白書を見ましても、1999年と2003年の比較において、積極的に非正規雇用を選んだ割合は低下をしておるわけです。一方で正社員として働ける会社がなかったという回答はわずか4年で 1.8 倍になっているわけであります。これが一番大きな問題。私は機械金属産業の労働組合の出身でありますけれども、こうした非正規雇用を余儀なくされた労働者、これが急増した原因は、第一に小泉政権の下に置かれました2003年の派遣法改正、これを挙げざるを得ないというふうに考えます。この改正は、物の製造業務への労働者派遣を解禁するという内容でございます。人材派遣会社のザ・アールの社長でありました奥谷玲子などが委員となっておりました総合規制改革会議、議長は宮内さんです。この答申に基づくものであったわけでございます。私は川崎先生が厚労大臣をお務めになったとき、何度もですね、この件について質問をさせていただきました。私は川崎先生はパナソニックのご出身で、製造のことについては非常に理解があるというふうに思っております。私は当時平成18年の5月に、製造業への派遣が増加している原因はこれは行き過ぎじゃないかということを川崎当時の厚労大臣に質問させていただきました。これに対して川崎大臣は、半分ぐらいは津田委員と同じ気持ちだと、若者の雇用の有面から見て、製造現場の技能継承という点から見ても、人件費削減の観点等からやみくもに派遣の活用を行うのは適切ではないと考えており、正規雇用を増やすということを経済界に働きかけていきたい、こういうふうに当時の川崎厚生労働大臣はおっしゃっておりました。派遣の問題点につきましては、先月26日に野党3党で派遣法の改正案、これを国会に提出をいたしております。またこの中には直接雇用のみなし規定なども盛り込んでおりますので、相当程度労働者保護が図られるだろう、そういうふうに思っております。また就職氷河期、これに学校を卒業した世代、つまり生まれた時期が悪かったというやつです。それによってですね、生まれた時期によって非常に非正規労働者が多い世代とそうじゃない世代とに分かれている、こういうこともしっかり見ていかなきゃいけない。
特にその氷河期の方々はそのまま、うん、自然地のまま年を取られていくということは大変厳しいんではないのか、なんとか対応していかなきゃいけないのではないかというふうに思っているところでございます。はい、あれ民主党が当初はね、制度局の派遣は認める方向だったんじゃないですか。いや、ですから、その当時の議論の中で、この製造業に派遣をした場合に相当いろんな問題が発生するということを指摘をしたんですよ。で、指摘をしたんだけれども、それはやっぱりあの当時ではどうしても必要なんだという形で押し切られたというのが現状です。ただ、その製造業の作業の中で非製造業の派遣の方が特に多いわけですね。うん、そういう意味ではその正規と非正規という二重構造は製造業の問題以下に関わらず残るわけでして、民主党はその非正規あるいは、まあ、派遣のようなものはなくしていくべきだと、ということはその旧来型の雇用市場に労働市場に戻すべきだというお考えです。その辺どういうビジョン。自由経済である以上、その仕事に反感があるというのは、これは現実の問題であります。したがって、その反感の調整という形の中で、どうしても一定程度、臨時的、あるいは限定的な、いわゆる期間の定めのある雇用というものが必要になってくるということは、これは十分理解できるわけです。問題はそれを派遣で行う、つまり間接雇用で行うのか、直接雇用で行うのか、そこはやはり大きな分かれ目ではないのかな。私どもはできる限り直接雇用で対応していただきたい、そういうふうに政策誘導をしていきたいというふうに考えているわけです。私はこの役やりましたとき3年前に、おい非正規ってこれこう一限りにしてね、話すのはもうやめようやないかと言って言ったんだけど、なかなかいいよ、まあ、見つからないんですよ。アルバイトが331万でしょ、そしてパートが821万でしょ、そして派遣が140万で、契約が468万、したがって1260万。ところがこの1260万の指摘の話をしだすと、全部いつの間にか派遣の方に集約するような意見になってしまうから、それは違うんじゃないかと。パート労働法も作った、均衡処遇の問題と、それから今我が党が2年ぐらい前出したのかな、年金の改正でですね、やっぱりパート労働者にも厚生年金適用しましょうよと。そうすると今度は税の問題とか保険の問題とかいろいろ出てきますよ、医療保険の問題。やっぱりそんなものをずっと整理しながらね、やっぱり働いてる人はしっかりとして厚生年金を持っていくという位置づけをしていくことが、パート労働の場合の改善になるだろうと。しかし、だからこれを正規雇用にしてっていうのはちょっと違うんじゃなかろうかなと思います。アルバイトもしっかり。それから契約社員はね、これは先ほど言わなかったけども、私の2代前の坂橋さんの時代に高齢者雇用っていうのを出して、まあ、できれば65歳までの、ね、定年長してもらいたかったけど、現実に企業の置かれている立場からすると雇用の継続ということで、改めて有期で3年5年の契約してもらって雇ってもらってるわけだな、現実問題、雇用を続けてもらったら、まあ、そうなるとね、これから資本ではまだ増えてきますよ。我々の世代はみんな対象者に入ってくるわけだから、まだまだ増えていくことになるんでね、この部分ですから、これは全部バーンとまとめちゃって非正規だから直さなきゃならない、これはね、やっぱりよく中を見ながら政策一つ一つ進めていかなければならないだろう。で、アルバイトを除いて全てに共通するのは、厚生年金とか医療保険とか雇用保険とか、この適用をきちっとさせるということをして、この人たちの処遇を上げていく方がまず第一だろうと思う。それからもう一つは、先ほど申し上げたように土砂降りの雨の時にですね、先ほど言いました、確かに小泉政権で緩めたことがいろいろ議論いただいてるけれども、今まさに土砂降りの雨を降っちゃって雇用を作り出さなきゃならない時だから、それを今ここでバーンとやめなさいっていうのは我々なかなか取りにくいな。したがって、まあ実は民主党さんの案もね、3年以内ってついてるから、麻生さんは3年以内に景気回復って言ってるから、民主党さんも表則を合わせてそんな話をしてもらってるのかなと思う。で、それじゃあ本当に辞めるならですね、今までは偽装請負と言われたから
逆に派遣に逃げたとかね、同じ会社ですよ。それじゃあ請負法というのをしっかり作って、そこで人材育成教育もしながらしっかりとした会社を育てていくのかというのも一つのあり方だと思う。ですからこれはやっぱり、まあ、こちらも3年というな置いてもらったし、我々も来年の3月までに結論出すと言ってますので、お互いが話し合ってこれを少し改善をしなきゃならないということはお互い認める。しかし今明日からこれをやめちまえということは我々としてはなかなか容認できないな、こういう形です。